はい、えー。ゲームコレクターの酒館です。本日は、えっ、ー、と、2020年4月9日、作館学院ゲームコレクター部スタートです。えっ、ー、と、本日の予定というか、まずチャンネル登録よろしくお願いします。あと、本日の予定ですが、まあ、ちょっとねオ、オリンピックじゃなくて、偽つわりんピックというところのね、まあソフトをちょっと紹介しようかと思うのですが、まあ、その前にちょっとね、まあ、愚痴ですね、愚痴。あ、こんばんは。えー、っとですね、 いやー、まだ、まだ全然よくわかんないんだけど、あのー、給付金とかの話はね、ちょっとわ、なんだろう、細かいね、話がよくわかんないけど、ちょっと厳しいよね。<laughs> 厳しいので、もう、あれですよ、今、保険の方のね、解約をしないとダメかなというところの、ちょっと検討を始めました。まあいいや、それはどうでもいいや。まあ、ああいうのってほら、 なんだろ昨日話したセロの話なんかもそうなんだけどこう、ね、事業所とか閉じてると、ね、どういう連絡来るのかなとかいう状況を確認しながらなんですけど、まあ、とりあえずあのなんかこう保険会社のサイトとかに質問とか投げかけるとかあるじゃないですかああいうところにとりあえずね あの解約した時のね、あの戻ってくるお金どんぐらいなのって質問をとりあえず投げかけてみたので、まあ、状況を見ようかなというところです。いや、もうこのまま行くとね、本当にね、今年は暮らせても来年、こう、税金払えないかもしれないじゃないそうすると、まあ、ていうか、税金払えないじゃないんだよ、あれ。 今年はこうね、財務省バカ野郎って言ってればいいんだけど、来年ほら、僕がこのサンズの川の向こう側に引っ越しちゃったりすると、あの、物理的にね、あの、なんだろう、こう、税金が払えなくなるわけですよ。まあそれでもいいの財務省みたいな、そんな話なんですけど、まあいいや、これはちょっとまたいろいろ調べてから話をしようかなと思います。で、えっと、今日はね、えっと、オリンピックなんですけど、えっと、 本当はね、4月5日にあのゲームレジェンドというね、あの同人誌のイベントがあって、そこでゲームラボさんがね、あの、同人版、まだ去年も一回やったんだけど、今回もね、同人版を出す予定だったんですよ。ただ、ゲームレジェンド自体がまあねこ、今のね、この、まあ、イベントごとが基本中止じゃないですか。まあ、その流れもあって出なくて、それで今、なんだっけな。 まあ何個かの,、ね、そのレトロ系のショップとかにこう、まあ、あの出,出荷 <laughs> まあ入ってるらしいんですよ。まあ、ちょっと僕も、ね、その完成品をもらってないので、まあ、どんな形でどういうふうに売られてるかとかよくわからないんですけどで僕その中で僕は、ね、実はオオリリンンピピッックク特特集集をしたんですよ <laughs> オリンピック特集ね、まあ、あの非公認オリンピック特集をしたんですよ。 要はオリンピックがあることを前提なんだけどもオリンピックの公式のゲームソフトじゃなくてこれオリンピック公式じゃないよねでもオリンピックだよねっていうねやつをやってたんですよ。まあ今だとねあのまあこれは公式なんですけどオリンピックはっていうとセガさんが出してるね この東京2020オリンピック。これがね、ちょっとね、最近アマゾンで安かったんで買っちゃったんですけど、<laughs> はい。あと、あの、これはプレステ4版も出てるんですよね。で、あともう一個が、えっ、ー、と、マリオとソニックのやつが、まあ、それもセガから出てるんですよ、今回。だから、セガが今、オリンピックの公式スポンサーなんです、スポンサーじゃないな。 公式ゲームソフトを出す会社はセガなんですけど、これちょっと遡るとね、まあ、カプコンも出してたりとかね、あのえー、っと SCE が出してたりね、あとはまあコナミが出してたり、まあいろんな会社が実は、あこんばんは、オリンピックのそのまあ、公認のものは出してるんだけど、一方でね、その公認を出してた会社が非公認ものを出してただろうっていうね、そういう話です。はい あちなみにこれねオリンピ、東京2020オリンピックなんですけど、これね、実はね、まあ、ちょっとあの行動番号が書いてあるんで見せられないんですけど、あのこれ実は中にね、あの東京2020オリンピック観戦チケットを当てようというねことで、あの行動が書いてあるんですよ。で、これパソコンかスマートフォンからね、応募をするようになってて、いくらだったんですか。え、何の話 <laughs> 何の質問かなそれいくあーこれあーでも今も今アマゾン調べてみるとわかんないちょっと今はすぐはわかんないけど多分3000ぐらいじゃないかな <laughs> ちょっと調べてみてください後ででこれねあの 中にねオリンピック観戦チケットを当てようというねあのコードが入っててねこれが4月30日ままででなののぜひあの購入しししてて応募してみるととよろいいかと思いますただこのオリンピックのこれ応募した結果がねどこでどう当たるかとかね、うん、調べてないんでわかんないんだけどまあ最低でもまあ20年2021年でねいけるかどうかってところなんですけどまああのなんか結構これって。 多分オリンピックに向けてどんどんこうあのアップデートしていろいろゲームが入ってくる感じの、ね、作り方してると思うのであの、まあ、オリンピックは2021年だけど、まあ、今の。 今からこう遊んでいくとね、遊びどころがあるのかなっていうのと、もしかしたら2021年,2021年までなるってことは、あの、セガさんももしかしたらその後もね、こう、2021年に向けて、こう、アップデートを重ねていくんじゃないかなという期待も、もうあったりします。はい。で、まあ、それはいいんですけど、で、えー、っとね、まずね、あの、まあ、こなみさんね、 コナミって言うと、ハイパーオリンピック初期に出してたんですけどファミコンのね初期にハイパーオリンピックハイパースポーツハイパースポーツはまあいいんですよあのハイパーでスポーツだからでハイパーオリンピックって名称なんですけどあれはもともとアーケードで出て,てでファミコンに出てきてまあ出てえー、っとまあそういうふうにタイトルは出してるんですけどあれはオリンピックの公認じゃないんですよで基本的にあの時にはロス五輪の頃で でロスボリンでまあ初めてテレビゲームがこうオリンピック違うなテレビゲームでもこうオリンピック競技をゲームにしようって感じの試みが出てきたってところで出てただ当時ってテレビゲーム関係ってやっぱりこう権利関係疎いのでまああのあれですよ コがプロ野球ファミリースタジアムっていうのをね最初出した時にはあれプロ野球公認じゃないのにプロ野球って歌ってるからあれもナムコとしては今だいたいファミスタをこう振り返る時ってあんまり初代とかを取り扱わないんですよね。ださあれもプロ野球ファミリースタジアム3本出した後にファミスタに変わってるんですよ名前が。プロ野球を取ったんですよ。まあ、略称にしてるけどね。 でそういう感じなんですけどコナミに関して言うとハイパーオリンピックで初期のものは権利取ってないから今こう例えばテレビ地上波とかでね使おうとするとあの画面に出せないって許可をもらえないというところがあるんですけどまあ90年代のねハイパーオリンピックになると公認だからまあ だけどただ当時公認で今公認じゃから外れてるから多分それもそれで権利的にこう使わせてもらえななないいいい可能性が高いんじゃないかなと思いますただそのハイパーオリンピックの,そのファミコンのハイパーオリンピックから PS とかで出たねあのハイパーオリンピックあの公認のあるハイパーオリンピックの間の時期にどういうタイトルを出してたかっていうとこうやってねコナミックスポーツ・イン・ソウルっていうねまあ要は。 まあ、コナミックスポーツっていうかコナミックなんちゃらみたいなタイトルがねあのゲームボーイとかファミコンとかで、まあ、ゲ,ーゲームボーイが多いかな展開してたんですけどその中でねこう思いっきりコナミックスポーツ・イン・ソウルっていう地名を入れるっていうねこれであのなん,だなんだろうこのメーカー名プラス地名ってところでこうなんかあのこうなんか特殊なスポーツ大会感を出すというねこういう手法を実はやってました。 でまあ、これに関して言うとねあの空前の全14種目っていうことでねでこれソウルっていうところがポイントでテコンドーが入ってるんですよテコンドーねこれ空地じゃなくてテコンドーですよであとねあのハングライダーハンググライダーハンググライダーとあとあの腕相撲が入ってるんですよねだからその辺でちょっとエキシビジョンで入ってるんでまあその辺でちょっと オリンピックじゃないですよっていうようなこうね逃がし方をしてるのかなという感じはしますただであそただねただねこうタイトルではね隠してんですよ「えっと雰囲気オリンピックーまあそうなんですけどこれね コナミックスポーツインソウルって言ってソウルオリンピックっぽいけどオリンピックって言ってないよーっていうとこなんですけどただモード名がねオリンピックモードってこう思いっきり入れてるんですよ <laughs> はいオリンピックモードって入れてるからねもうオリンピックって書いて大丈夫かみたいなね話ですはい <laughs> なかなか無茶しますよねまあちなみにゲーム内容的にはね一日ごとに3種目ぐらいやるのかな で一応そこで規定を突破すると2日目にパスワードが出て2日目行けるみたいな感じで順々にやってって14種目って12種目かな、えー、3412だから4日間でまあエキシビジョンは毎日入るんですけど4日間クリアすると予選側は全部終わって今度本戦に行くっていうねそういう作りでしたで次えー、っとねカプコンでカプコンはねあのー シドニーオリンピックの時にドリキャスとかプレステ1かな出てるシドニー2000ってタイトルかなを、えー、っとカプコンからが公認ということで出してましたけど、えー、っと92年ねえー、っとカプコンバルセロナ <laughs> はいねあでこれをねやる前にちょっとね一個ニュースをね読みたいんですよ でえー、っとまあちょっとこれはね産経のねえー、っと昨日のニュースなんですけどこういうニュースがありましたえー、っと世界陸上あ22年7月開催東京五輪の1年延期でということでね、えー、世界陸連は8日新型コロナウイルスの感染拡大で東京五輪が えー、来,来夏に来夏,、ね、来夏に1年延期になったことを受け2021年8月6日から15日に開催を予定していた、えーえー、世,界世界選手権米オレゴン州友人を2022年、えー、7月15日から24日の日程に変更すると発表したでこれ何が行われているかっていうと結局のところオリンピックってほら このコロナ、まあ武漢肺炎でもまあ、このま,このまコロナウイルスでもいいんですけど、これのせいであの伸ばしたじゃないですか？で、結構オリンピックがその。 こんななに早く日程決めていいいのかみたいなねちょっとそういうお怒りもね「フォーヴー」から出てきたんですけどこれね早く決めなきゃいけない理由があって何かっていうとオリンピックが決まらないとそれオリンピックはやっぱ最高峰の大会だからこれが決まらないと他の大会の日程が全部決められないんですよ。ということでこの2021年に開催予定だった。 東京、あ違う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 、このオレゴンでやるね、世界選手権世界陸上っていうのが結局 <laughs> ね開催できないわけですよオリンピックがほぼその時期にしちゃうわけだから。ということでは弾,弾かれましたってだからこれがオリンピック決まってないとこの世界陸上をもう決めないままね、あの来年も来年のさその、7月に向けてさ 8月か8月6日に向けてこうみんな練習してそこに向けてってやってるところでいきなりオリンピックボーンと飛び込んできたらずらさなきゃいけないでしょだからまあこういうことの理由があってまあオリンピックが今あそこに決まったというまあそういう事情がありましたでまあ世界陸上っていうのが実は日本ではまあちょっとね大阪もやったんだけど東京がね1991年に行われてるんですよだからえっとなんだっけな91だから 83年か83年87年91年かな80ちょっとどこだったかなヘルシンチロ,ロンドンだったかなまあちょっとね1回目2回目っていうのはそれほどメジャーでなかったんですけどただあの結構ねあのカール・ルイスはねあの世界陸上っていうとやっぱり あのキラら星のごとく現れたっていうところがあって実はまあその辺の最初の頃の大会も活躍してたんですよねで91年に3回目の大会が東京で行われたんですけど実はこのカプコンバルセロナのねこのパッケージに出てるこの絵柄っていうのが基本この, <laughs> あの91年の世界陸上で活躍した選手ばっかりなんですよこれルイスですよねでこれ谷口なんですよねで まあこれは何だっけねちょっとやり投げとか名前忘れちゃったけどこれマイク・パウエルじゃんじゃないかなとかねあとここがほらそのアメリカの当時のリレーのリレーとかまあ多分91年の時に3人まんまこれだったんじゃないかなあの表彰台ね。 とということでねカプコンさんは割とこのこれ以前にあのプロ野球殺人事件」っていうねあの井川があの事件解決するプロ野球選手っぽいキャラクターが出てくるゲームとか出してて割とそういうパロディ系やるのが好きなんだけどまあこれはパッケージだけこうやってねパロディ系やってるんですよ。でこれはやっぱりその91年の世界陸上東京でやったってところのポイントがかなりねここに使われて。ままあ、ま当然水平とかかなないからまた別なんですけど、まあ そういうい露骨さのある、ね、パッケージだったりしますでこれもね結局この「カプコン」と「バルセロナ」とね「92」ってオリンピックって1個も書いてないってところだけどオリンピックなんかオリンピックっていうかなんかこうなんか,なんか権威あるスポーツ大会っぽいでしょしかもこの「バルセロナ」って書いてる時点でこの年オリンピックバルセロナだしみたいなまあそういうような露骨なことをやってました。 で一応この裏面何か書いてあるかっていうと世界中の注目を集めて今カプコンバルセロナ9 2開幕カプコンバルセロナ9 2は6プログラムで構成され全18種類の競技が、えー、争われますということでねでまあ1競技ずつこう金メダル取っていくようなゲームなんですけどその,あの不思議なゲームなんですよ日程がこう決まってんだけど合間合間にねマラソンが入るんですよ <laughs> これマラソン 6, 6日間ぐらいでやってんのかみたいなねそういうような、まあ、要はそのあの国対抗なんですけどマラソンもねこうあの A 地点からまあ B 地点までを何時速何キロでこう走るかっていう設定をどんどんこうやるんですけど何種目かやることにせその設定をして次の種目3種目ぐらいかなやったら次の 距離までマラソン設定するからあのインチキがでできないんですよ要は多分このペースで行くと負けるなって思ってもうその全部の距離やり直さないといけないっていうねそういう辛さのある、ね、ゲームです。これはちょっと僕がレトロフリークでねこうチャレンジしてみようとしてあのあこれ全部戻らなきゃいけないやつじゃんダメなやつじゃんっていう風に思ったねそういう、まあ、体験をしたゲームでした。はい まあね、カプコンもそういう意味では、その、まあ、なんだ、あの、シドニーではね、ちゃんとオリンピック公認の出しながらも、こういう出し方をしてたという。まあ、これ記憶しておきましょうと。で、えー、っと、次。まあ、これはちょっと、まあ、小波さんに絡めてと部分あるんですけどね、もう一個ね、パワースポーツ。これ、ハドソンですね。パワースポーツ。えー、っと、まあ、パワー、えー、っと、なんだ、パワーリーグってあったでしょう。 で基本そのハドソンっていうと結構パワーなんちゃらでねスポーツものを何個か出してるんですよ。ゴルフとかもあるかなテニスとかもあるかなまあ何種類かまああるんですけどでこのパワースポーツって言ってるからまあスポーツなんですけど <laughs> まあね <laughs> でこれね出たのが92年でやっぱりこれもバルセロナなんですよ。 でまあ一応バルセロナとも書いてないしまあ単にパワースポーツってしか書いてないでしょう。でしかもまあコナミさんあハドソンっていうことは今コナミコナミさんのに吸収されてるからまあコナミって言えるわけですよ。でまあこれ裏面こう見るとこんな感じ。えっ、ー、とトップアスアスリートたちによる死闘ということでねえっ、ー、と 18種目で多彩に遊ぶって遊べるのは6勝18種目とかまあいろいろ書いてあるんだけどこれここはここトレーニングモード付きだからバシバシ鍛えてオリンピックモードに挑戦しよう <laughs> だからねあのタイトルにはオリンピックつけないんだけどモード名にはね思いっきりオリンピックモードをつけるわけですよもうコナミもハドソンも同じだねみたいなそういう話です一応こっちも書いてあるかな ちょっと小さいから読みにくいけど、まあ、ここにオリンピックモードって入ってますね。うん、オリンピックモードは1日3種目12日間、えー、他人数の時は6日間にわたって競技を行うモードです。1日終了ごとにセーブもできますということでね。これもあれかな、だから3種目やって、で、なんか ニュースキャスあニュースっぽいね、スポーツニュースっぽい報告があって、そこでセーブして次の面に行くって感じでね、やっていくようなゲームでした。まあ、ということでね、あのー、各社はね、こうやって、あのー、まあ、92年までね、こう、オリンピック戻しゲームを出してたっていうのがわかるかと思います。まあ、ちなみにね、ちょっとょ今回出さなかったけど、デカスリートっていうのがあってね、セガもね。<laughs> デカスリートも露骨に実はあれ96年なんですよ。 で、えー、とそのあとんだっけウィンターヒートが98年なんですよ。ねこれは冬季五輪の年ですで次に2000年にあのバーチャーアスリート 2K ってやつを出してて <laughs> まあ要はセガさんこの3連発でねこのオリンピック面にこうスポーツ寄せ集めーじゃないけどそあそれを出して結果ねその,後そのまあ今に至るわけですよ公認ものに至るわけですよ。 とということでね皆さんね実はこうオリンピックっていうとまあ、権利取らなくてもオリンピックニュアンスゲーっていうのを割とこうその年にあのその地名を入れてみたりとかねまあゲーム内にオリンピックモードって入れたりしてこう割とこう露骨にねやっているということがまあわかるかと思います。っていう話のね延長線上でいろんなゲームをそのゲームラボさんの,その同人誌の方でねあの書いて、ま、紹介してますので。 あのご興味ある方はぜひ、まあ、ゲームラボさんのツイッターのアカウントとか見るとね多分あのその辺が書かれています。まあ要はあのーあのー、オリンピック開催される予定だからそういう記事書いてたのに当然そこで書くということは、まあ、5月6月ぐらいかな出るであろうゲームラボさんのねあの次の号にはオリンピック系の本あの記事を書く予定なんだけど。 どうううなってししまうのでしょう僕は <laughs> いやー仕事どうなってしまうのでしょうかっていうのがねちょっと今あの直近の課題だったりしますはい <laughs> えっとモードは大丈夫なのかえっ、ー、と分かりませんはい <laughs> これちなみにねオリンピックだけじゃなくてワールドカップもあるんですよサッカーゲームで なんかこうオリンピックにおわせないように一生懸命パッケージやタイトルはしてるんだけど中開けたらねオリンピックモードって入ってるゲームっていくつかあるあオリンピックじゃないやワールドカップモードって入ってるゲームねあったりします。でちなみにねこの、まあ、ファミコンとかスーハミとかねその時代だったらまだこう権利的にちょっと危ういなっていうのもあるけど実はね割と近いね新しいものでもねこう露骨にこう。 出してるものがありました、まあ要はこれオリンピック書いてないけどオリンピック意識してるよねっていうゲームこれペ,ペン <laughs> えっと「ハローキティパンダスポーツスタジアム」ということでねこれ DS なんですけどこれ2008年なんですよこれ2008年オリンピックどこで行われました北京ですよ。北京オリンピックの年に キティちゃんがパンダの着ぐるみでスポーツゲームに挑戦するこれはまあ割とこういいアイディアというかなんていうか分かんないけどこれもねこう絶対オリンピックにおわせてるよねっていうようなタイトルに僕はこう思っているんですけど皆さんはどうでしょうか、ね、はキティ先輩ね本当やりますよね何でもやりますよはいうん まあそういういことだよね、北京オリンピックまあちなみにあの北京オリンピックねあの次2022年今度東季オリンピック北京なんですけど <laughs> まあ正直あのなんか最近あのあのれですよニュース見ると武漢閉鎖してた武漢がこう今もう解放されてるらしいんですけど大丈夫なのっていうのを考えると2022年の北京大丈夫なのっていうのが あの個人的にちょっとねあのー、なんだろうこうまあ2020年のねあの夏季オリンピックの選手は2021年に向けてまあ今のねコロナ騒動は収まらないとダメだけど、まあ、収まったとしたら頑張れると思うんだけど一方2022年のね北京に出る冬季五輪の選手たちっていうのはちょっと怖いですよね。 ほら、まあ、夏になったらコロナが出なくなるとかわかんないけど少なくとも冬の間は怖いわけですよ寒い時期は。で北京は今回あの前回のね2008年は夏季オリンピックだから夏だったんですけど今度東京オリンピックだから冬なんですよ。ということでねちょっとそれはこれはちょっとね僕らが気にしてもしょうがないんだけどちょっとね大丈夫なのかなという感じがしています。はい。 というところでね大体この辺りでオリンピックの話は終わりにしようかなと思いますはいあとねちょっとまた質問箱の方の質問をちょっと見ていくんだけどいやーなかなかね質問箱僕宛てなのっていう質問が相変わらず多いんだけどこういう質問ねえっとマスクって花粉症以外に何用でつけますかっていうね質問があってあの今時この質問来たらあの絶対に 実はその新型コロナとか武漢肺炎とかいう答えにしか言いようがないじゃないですか <laughs>、うん、ままあ、そうなりますよね、うん、でもね今年ね不思議とあんまり花粉症のを感じないんですよね。 あただ僕の場合花粉症になるとちょっとだるくなったり眠くなる傾向があるんでなんかこう鼻がくしゅくしゅするっていうよりはだるかったり眠くなったりっていうところがあるんだけどやっぱり最近はそのなんだろうあんまり無理しないでね睡眠とるようにしてるんでまあその辺でこう花粉症対策ができているのかなという感じがします。で、まあ、ででままもこれマスクっってて花粉症以外に、えー、と何用でつけますかっていうのは基本 新型コロナとか関係なくあの風邪ですよね普通に考えたら。であとはあのなんだろうこうまあ別の用途としては掃除する時き埃が立ちそうな時とかね、まあ、つけるといいかなとかまあそんなとこですね。で次えっ、ー、と初恋は何歳でしたかっていう質問があったけど初恋はよく分かんないですね。あの だろう誰かを好きになるという気持ちのことを初恋っていうんだったら多分こうアイドルが好きとかそういうレベルなのかなうんまあリアルだとそういうところだとやっぱ小学校中学校ぐらいかねっていうところでしょうかはいでこれちなみにね初恋ゲームの中のね、まあ、初恋っていうか恋的なものにね 関して言うとやっぱりねときメモあたりだと思いますよ <laughs>、うんまあ要はその、まあ、前も話したと思うんだけど恋愛ゲームっていうのがやっぱりちゃんと出てきたのがまあそれ以前にもなんかこうなんだろうゲレトロゲームとか扱うのでこうギャルゲー特集とかなんかやると多分そういうカテゴリーでファミコンとかの女の子のとかあるんだけど。 個人的にはね正直ファミコンとかスーファミのその女の子が出てくるっていうだけでなんか惹かれたりはあんましなかったんですよね。うん、だからやっぱりちゃんとゲームの中で恋愛してるときめものあたりからが多分が初恋かなとまあそういう意味ではね <laughs> もう二十歳過ぎてるじゃんみたいな <laughs> 感じなんでまあちょっと気持ち悪いかなというところですが、うん、まあいいや。 えっと今日も今日じゃないな昨日あたりちょっとねクリアしてレビューを書こうと思って準備してるのあるけどまあ多分そのに関してはレビュー報告は来週のレビュー報告でその辺の話をするかなと思いますで次「規則正しい生活を送るために努力していることを教えてください」<laughs> まああの寝ることですよねはい睡眠大事ですはい あのー、多分ね今の新型コロナでもやっぱりこう体力つけましょう的な話って出てくると思うんですけどまあそういう意味でいくとやっぱりあのー、あれもうそんな時間そんな時間あまだあるかまああのあいいねありがとうございますえっ、ー、とまあか風ね風とかまあコロナ新型コロナっていうのはやっぱり体 力的にないとやっぱりね重症化する可能性あるって言われるとやっぱり規則正しい生活をしてあのなるべくこう疲れてない状態を保つっていうのがいいと思うのでまあ皆さんもね規則正しい生活に努力するとしたら多分寝る時間と起きる時間をね大体同じぐらいにしとくのがいいんじゃないかなと思います。 ということでね本日のねまあ最後に、えー、と記念日ゲームですねえっ、ー、と1985年の4月9日に発売されたサッカーがねこう35周年になりますはいこれ前にもちょっと話したと思うんですけど僕ねあの筑波万博を見に行った時にあの筑波でねあの泊まり込みで行ってたんですけどその あれですねあのテレビ CM でちょうどこのサッカーのね CM やってて欲しいなってみんなで話ししたのを覚えています。ということでね本日はねこの辺りにしようかと思います。以上作でしたあえっとゲームラボの